冬至、春の訪れが早いこの春、すでに桜のつぼみは膨らみ、今にも咲き始めようとしています。いいね。夢を抱き、今まさに自分の選んだ道へと羽ばたこうとする私たちを祝福するかのように感じられます。いいね。なんかいいね。いやもう泣いちゃってるけど。おじさん、おじさんがいいね。私のお気に入りの、皆さんが泣いてくださったところがあ、お願いします。今静かに振り返ってみると、私たちが今日の日を迎えるまでには多くの困難もありました。そのような時、いつも見守りそっと手を差し伸べてくださったのは校長先生をはじめ小先生方、友達、そして家族でした。素直になれない時でも、いつも変わらず大きな愛情で私たちを包み、見守ってくれた家族がいたからこそ心強く歩むことができました。いやごめんね、このおじさんが全然泣かないの。さっき泣いてたのに、このおじさんが今度は